はい、どうも、カリエです。十五夜街ルナミリア、ちょっと噛みやすいな、これ。イザヨイ神級ですかね。十六夜とか、多分イザヨイかな、の神級に行きたいと思います。お月見イベントらしいです。はい、ということで、神級の方行きたいと思います。はい、ということで、神級。怖い、なんかこのパーティー怖い。はい、ということでいっぱい出てきたジュリエットを全部進化させてフレンドもジュリエットにして、このダンジョン行きたいと思います。なんか怖いな、大丈夫か、全部こっち見てるわ、怖い。さあ、じゃあね、とりあえずね、まあ、完全な思いつきパーティーですけども、こんな感じで行きたいと思います。こっち見んな。はい、ボス前まで来ました。ただ全員スキルも溜まりましたね。じゃあ行きましょうか。そこまでね火力ないんですよ。で、あ、そうそう、こいつ今回パターンがあるみたいで、こうランダムブレイクとかちょっとやってくるみたいなんですね。まあそんなもんお構いなしでこれ使ってみましょうかな。ただブーストがないんで今がっつり使うのはやめよう。とりあえず普通に攻撃するかい。で、5枚重ねちゃうと全員回復しちゃうから、それだけ気をつけないとな。ハートパネルだけでできるだけ回復みたいな感じでいきましょう。あ、OK、こんな感じでいけるか。で、どうなんだ。あー、結構食らうね。そこまでみんなレベル高いわけじゃないんですけども、まあこれぐらいだったら全然削れそうですね。おしおしおし、おっしゃ。あー、ブーストないな。まあいいか、とりあえずこれでいきます。はい、あ、しまった、一回消しちゃったな。まあいいか、これでもだいぶ攻撃してくれるんじゃないか。おーおーおーおおおいいじゃんいいじゃん、このパーティー。わっ、よいしょ。あー、光ねえな。次で決めちゃうか、ね、次で決めちゃいたいと思います。いきます。ブーストないな、なんでブーストないんだろう。もしいけんじゃね。よっしゃ、これはいったでしょう。オッケー。ものすごい変わり種パーティー、スクショしとこう。これちょっとまとめサイトにちょっと投稿してみようかな。面白いかな、これやってみたら。はい、ということで前代未聞のね、全職全ジュリエットパーティーで一回やってみました。たまたまフレンドさんにもジュリエットいたんでね、よかったです。ということでチップゲットでございます。で、イザヨイもゲットかな。あ、そうそう、このポックルもそうですよね。あの、なんか機械になって今回登場してますけども、わ、なんじゃこりゃ。説明プロフィールすごいな。我々はススキポックルン、宇宙から来たススキだ。ススキ、あ、そういうことか、ススキか。この野郎メカは強いぞ。この野郎、我々はススキポックル、宇宙から来たススキだ。この野郎メカは強いぞ。この野郎、我々はススキポックル、宇宙から来たススキだ。この野郎メカ。これ繰り返される感じか。なるほどな。よいしょ。あ、これ進化後か、でかっ。ということは超級以下で進化前も取らないとね。イザヨイ錦ですね。光属、なんかこれ光属性の機械属じゃないとこのシフトリーダースキル発動しないみたいですね。今までだったら光属性または機械属のヒットポイントと攻撃2倍になるとかそういうのだったんですけども、なんかかなり、なんかね、特定されてるリーダースキルになってます。で、アクティブスキルもこれ新しいですね。光なき世界、手札が炎、水、風、闇、無パネルになる、はあ、それでこのスーパー錦パンチっていうのが打てるわけですよね。絶大パンチ、すげえな。絶大パンチじゃない、絶大ダメージだ、はあ、これであれですね、オリジンちょっと相性良さそうな感じですね、うん、これプロフィールの少女って誰のことかね、ちょっと気になってるところなんですけども、またちょっとじっくり読んでみたいと思います。ありがとうございます。ということで、15夜、これ15夜街ってなんか別の言い方あんのかな、ちょっとわかんないんですけども、
いざよい神級ルミナリア、え、じゃあルナミリアこれはもう分からねえな、間違えそうだな、ルナミリア、いざよい神級クリアしました。ありがとうございます。それではお疲れ様です。